茨城放送ラジオ防災キャンペーン、県内の各市町村長に防災についてのお話を伺ってまいります。牛久市にやってまいりました根本市長にお話を伺います。よろしくお願いいたします。牛久市でこう自然災害といいますと、直近ではあまり最近はこちらでの災害っていうのはないですよね。そうですね、牛久においての想定される災害というのは震災ですね、はい。牛久おかげさまでこの水害とかそういう大規模な土砂災害とかそういうのはちょっと十分であるんですけど、やはり大きな問題としては震災ですね。その震災に、いつ来るかわからないのがこれ震災でございますので、そのなった時の、そのなった時の時とそれからそれ以降の減災にあたっての取り組み方が我々の課題ですね、我々ちょっと知れなかったこと、今まで知ってなかったことをちょっと改めて、市役所 のホールの天井もちょっと今落下物を予想しての工事をしようということで、天井、それから天井を支える、骨組みの鋼材ですね、その落下についてもちょっと工事して少しでも被害をなくそうということで今、早速始めてる段階ですね。震災以降 その、防震対策はもう、基本的には終わってますよね、今学校それから、市役所もなってますから、そういう面ではそういう体制になってます、僕ら今私が一番力を入れているのは今この、この施設、新しい施設によって今度、いろんな何施設がございますので、新しくする場合でも、震災の拠点になり得るそういう施設を考えていこうというような、ただ施設を作るんじゃなくても学校でもそうですけど、変なし武道館でもそうなんですが、そういうのを作った時はもうそういう震災時の第二次避難所としてね、長期的にいられるっていいますかね、施設の在り方もちょっと検討しようということで今早急にやっております。地震災害って本当にいつ来るか分かりませんからね、できるところからやっていかないといけないと思うんですけども、一番こう今こう課題として抱えてらっしゃる点っていうのは、防災に関してはどういう点を一番考えていらっしゃるんですか。熊本もそうだし東北の震災でもそうだったんですけど、非常に消防団が非常に大きな力を得たっていう、減災に当たっては災害者になったわけですね、ですからそういう組織をもう一度構築して、それについてのいろんな今私も実は昨年まで一消防団だったんですから、ですからそういう消防団のあり方をもう一度考えて、でそういう災害になった時 その消防団、要するに、そういう訓練を受けた唯一 民間で訓練を受けた、そういう人たちが大きな戦力になりますんでね、だそういう人たちももう一度してそういう災害に備えようということを今もう一度して、その一つの表れにこの牛久市でも消防隊で作りました、約20人で、これはうちの丸っきり職員だけで、ですからそういうものを当たって市の独自でそういうものの訓練をしようという、やっぱり何かとの訓練、要するに命令系統指揮系統中のやっぱり訓練でもってやんないと災害時に対応できませんでね、ですからそういうことももう一度基本的にやってみようというのは、災害に対して起きることはあります、そんでこれ仕方に避けることできませんので、そういうことになった状況において我々はどういう対処をしていこうかという話を、もう一度我々の目で追ってみようかなということですね、いろいろお話いただきましてありがとうございました。お世話になりました。